みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのしほです。はい、ということで、今回はね、シーンというお家で、まあ、約4000円分を、ちょっと、まあ、4500円分かな、買ったので、紹介していきたいと思います。5点買って4500円程度、約。すごい安いよね、本当に。5点よね。そうなの、今最近もう結構前から結構流行ってて、そうそうそう、私もちょっとね安いって聞いて見てたんですよ。そのアプリを入れてめっちゃ可愛い服が、えこの値段っていうのがたくさんあって、ちょっとワクワクしちゃったんで、ね、でもなんか噂的にはさ、当たりもあるけど外れもあるっていうから、そうだから、ね、すごい慎重にレビューとかを見て、そうそうそう、すごい慎重に買ったの、はい、買ったんですけど、今回ね5点買ったので、じゃあ皆さんにね紹介していきたいと思います。はい、全部当たりだといいね。ね、で、まあカバンを 2着2個と服を3着買ったんですよ。あのアクセサリーとか帽子とか買ってなくて、またね今度買えたらなと思うんですけど、まあ、今回この洋服3着とバッグ2個をちょっとね紹介したいと思います。それでは早速開けていきましょう。もうかわいい、入れ物もおしゃれだね。そうなんですよ、なんかねジップロック的なね、こうやってこうやって開けたい、ジップロックじゃない、こうやって開くようなジップロックで。ではまずですね、この赤いのからいきますか、けどそうですね、いきます。これはですね、半袖のチェックのねTシャツっていうのかなを買いました。トップスですね。ただこれもねレビューであった通りね、ちょっとねシワが気になるって人がいたんだけど、まあなんとか干しとけばなんとかなるかなと思って、めちゃめちゃこれ可愛くて、ここにね黒い刺繍があってね、赤いチェックなんですけど、これいろんな色があって、あと2種類ぐらいあったんですけど、赤が一番可愛くて、そう、これに中にレースとか着ても可愛いだろうし、その洋服とかに羽織っても可愛いなと思って、もう半袖だから別に長袖の下上から着れることもあるし、夏でも着れるかなと思ったので半袖にしました。だからこのね、冬でも夏でも着れるっていう、まあ、これにね、これの下にちょっと今日はこの白いのを買ってみました。なるほどですよね。こちらの白いこのスカートですね。でもこれもレビューであったのよ、シワが気になるっていう。そう、でも干しときゃなんとかなるしやと思ってでもちょっと待って、ライトでちょっと白飛びしてて、ちょっとこういう感じのね、スカートをねすごい探してて、このね赤いチェックのねこれにも白いね、白いのがあるんですよ、この白いのっていうか、その白い線が、そう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 、だから黒の線もあって、どっちでもあるなと思ったんですけど、私黒のスカートいっぱい持ってて、今日はねいつもは買わないような白いスカートを買ってみました。これはこう合わせたいなと思います。あーもうかわいいよし、じゃあこれのねセットで1着なんですけど、もう1着買ってて、これはワンピースで買いましたね。丈がどうかはまだわからないんですけど、レビュー見たら私のサイズの身長でもいけそうだった。このねこの超大人っぽいワンピースよ。でこれをここでこうリボン結びに結んで、すごいガーリーチックなワンピースなんですけど、ただね生地が薄いっていうレビューがあって、本当だ薄いね。まあでも中になんか着れば、秋とか、うん、春とかだったら大丈夫っしょって思って買っちゃったんだけど、冬でも上になんか羽織ったりとかすればね、なんとかなるよね、うん、と思って、すごいデザインが可愛くて買っちゃいました。今軽くやったんだけど、でねここにねこうボタンとかがついてて、ここの部分にね、本当にすっごい可愛くて、もう着た写真見てほしい。ちょっと着てる写真あるよね、うん、ちょっとこの辺に貼ってくれたら、うん、めっちゃ可愛くない？本当にめっちゃ可愛くない？モデルさんの着るのとさ違う
が着るのとは違うかもしれないけど、可愛くない？めっちゃ可愛いと思って、めっちゃ可愛いと思って。かわいいよね。だからちょっといいかなと思って買ってしまいました。そうちゃんのね、後で着てみたいと思います。はい、丈が合うかどうかだよ。そうだね。まあでもね、ぜひいきそう、長そう、長めだし、うん、いけそういけそう。バッグもあるのよ、みな。バッグもマジでかわいいし、しかもバッグはね、超値段が低いの。すっごい安くて、え、このデザインでこの値段っていうのがいっぱいあったので迷ったんですけど、まずこっちからいきましょうか。開けますね。こちらのデザインのバッグです。これね、すごい可愛くない？このバッグで、これね、最初のレビューであった通り、最初はぺちゃんこだったんだけどぺちゃんこだったんだけど、物入れたら治りましたっていうレビューがたくさんあったから、あ、じゃあ大丈夫だなと思ってカゴに入れたんですけど、これね、このちょっとちっちゃいってレビューもあったんだけど、私は別にちっちゃい全然大関係なんでいいんですけど、マジで可愛くない？これこの清楚系なカバン、マジで可愛い。本当ぺちゃんこだね。でね、これかけれるわけよ、こういう。そうそう、斜めかけにもなるから本当に可愛いなと思って、こうかけたいなと思って、斜めに。よくない？今のファッションの方にも合うよね。めっちゃ可愛いと思って、これをね、ちょっと後で物とか入れてね、ちょっと膨らましたいと思います。で、多分これ結ぶんだよね、多分。そうだね。でもね、すごか、中でコブ作ってためのかな、そう。多分そうだよね。私コブ作って、あそこでくぐってこうやって使うんだっけ。それだけで多分止まるよね。どうなった、どうなった。え、かわいいんだけど、マジで。え、かわいくない？かわいいです。めっちゃかわいいです。これこれから愛用したいと思います。とりあえずリモコンでも入れときますね。膨らませつきます。リモコンがないとか言わないで、ある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 。あれ、リモコンとかやったっけとか言いそう。みんなあるあるですよね。私だけかな。いや、みんなあるあるでしょ。とりあえず入れてさ、忘れてさ、ないとかなるでしょ。それがなるんだよ私は。じゃあ最後ラストいきますね。カバンです。これもマジで可愛いよ、本当に。もう私が好みそうなカバンです。ダラーン、見てくださいよ、これ可愛いな。めっちゃ可愛い。もう可愛いんだけど、これはこれもかけられるんですけど、このね、チェックの柄可愛くない？本当、秋冬だなと思って。片面なんだもんね。でも両方こうできるってことだよね。そうだよ、黒い面でも使えるし、うん、そうすればチェックの面でも使えるでしょ。でも柄の時さ、ガラガラになってるじゃん。今日、今のとかさ、ガラガラだから。そうよね、そういうのがいいよね。でしょ。で、中についてます。これもかけられますね。で、これもなんかこういう感じで金具がついてるんで、金具つけるだけなんです。あとね、ちゃんとね、蓋がついてる。で、こうちゃんとこうやってね、蓋を閉じれると、すごいいい感じのカバンになっております。そうそう、これ800円台でちょっと高めなんです。そう、それでも安いんだよ。やばいよね、本当に。マッチで可愛いもん。ということで、紐をつけていきたいと思います。はい、つけれましたということで、こんな感じでね、はい、これも愛用していきたいと思います。着てみた動画もね、ちょっとショート動画にあげるので、みんなチェックしてみてください。ハットミはこの洋服、ワンピース。
ピースが可愛いなと思って、うん、着てどうなるかね、着てどうなるかだから、うん、着てどんどん印象が上がるのか下がるのかがすごい不安なんだけど、買ってみた感じはこの子が一番好きです、うん、シーンというアプリで買ったね、まあ、通販サイトですねで買ったお洋服と形をね紹介してみたので、皆さんもぜひ買ってみてください。写真は貼っときますので、ぜひね恐れ買いましょうということで、それではバイバーイ。みんなショート動画もお見逃しなく。